マーク・クラッテンバーグは、イングランド・ダラム出身のプレミアリーグ及びフィーファのサッカー審判員、ダラムカウンティフットボールアソシエーションに所属している。2012年のフットボールリーグカップ決勝や、同年のオリンピック男子サッカー決勝、2013年の FA コミュニティシールドのほか、2014年8月12日に行われた UEFA スーパーカップの主審を務めるなど豊富な、 経験を持つ。2004年にセレクトグループレフェリー、プレミアリーグの出身に昇格した。2006年にイングランドの当時史上最年少となるの30歳で、フィファレフェリー、国際審判員となった。2016年に世界最優秀審判賞を初受賞。2017年2月16日、プレミアリーグでの審判職を近日中に辞任し、サウジアラビアに移籍することが、 プレミアリーグより発表された。サウジアラビアでは審判員のパフォーマンス工場の職務やサウジプロフェッショナルリーグの主審に就く。2012年10月28日に行われたマンチェスターユナイテッド FC 対チェルシー FC 戦にて、クラッテンバーグは主審を務めたが、その試合で不適切な発言があったとして、チェルシー FC は公式にプレミアリーグへ抗議を行った。 その講義では、対象者の名前は明らかになっていなかったが、ジョン・オビ・ミケルとファン・マヌエル・マタへの発言であったという。ロンドン警視庁が捜査を開始したものの、被害者の名乗りでもなく、証拠がないとして、捜査は打ち切られた。疑惑が持たれてからピッチに立てずにいたが2012年11月25日のトッテナム・ホット・スパー FC 対のリッチ・シティ FC 戦で、 第4審判として現場に復帰し、同28日のサウサンプトン FC 対のリッチシティ FC 戦にて、主審に復帰した。なお逆に当のミケルは、クラッテンバーグに対して不適切な発言を行ったとして、3試合の出場停止処分と6万ポンドの罰金処分を受けた。2013年4月13日のレディング FC 対リバプール戦の後半、 レディングのダニーガスリーが手を使って、リバプールのダニエル・スター・リッチを止めたとして、イエローカードを提示しようと、ポケットに手を伸ばしたが、カードを持っていなかった。しかしすぐに第四の審判からカードを借りて提示した。2014年10月25日に行われた、ウエスト・ブロムビッチ・アルビオン FC 対、クリスタル・パレス FC 戦の終了後に一人で、自家用車を利用し、さらに、 クリスタルパレスのニール・ウォーノック監督と試合後に判定について電話会談に及んだという。プレミアリーグの規則では、主審と副審は一緒に行き来しなければならず、単独でチーム関係者と話をしてはならない。全コンペティションの統計を用いています。2 0 0 1以前のデータはありません。ありがとうございます。